二度と見たくないと思ったかも。ああ、なるほど、そういう系ね。本当に危ない映画だと思うよ。ああ、池田相当食らってたもんな。今年は間違いなく1位ですね。ああ。いや、ついに、あの映画が、サブスク解禁ですよ。おぉ、そうだね。なになに？これはね、ちょっとぜひ、みんなに見てほしいから、ちょっと今動画を撮ってるわけですけれども、ね、はい。アフターさん。アフターさんな。今年 1？ これはね、僕ちょっと今年は間違いなく1位ですね。おぉ。池田さんも？俺はね、間違いなく1位なんだよね。おぉ。いや、そうなのよね、うん。俺は1位かつ、二度と見たくないって思ったかも。ああ、なるほど、そういう系ね。何が起こるわけじゃないんだよ。あ、まあまあちょっとその話はちょっとしますけれども、え、言い忘れを見たよね。僕は今年12位だけど、もう一回見たいかもしれない。すごい逆だな。この映画ね、見る人によって、ね、解釈がやっぱ違うのよ。すごい余白がある映画なんで、そうだよね。思いの仕方とかね、全然違うんですけれども、うん、まずこれどんなあらすじかをちょっと、ね、どういう作品かっていうの。はい。主人公はね、11歳のソフィーって女の子なのよ。ソフィーな。うん。でね、普段は離れて暮らしてる31歳のお父さんがトルコに連れて行ってくれたの。うんうん。旅行でね、一緒に二人で行こうと。うん。で、旅行中はね、ホテルの部屋とか、うん。あとプールとかでね、うん、一緒に遊んでる様子をこう、ビデオカメラで撮ってたんだよね。うんうん。で、そんなソフィーがね、うん、20年後、31歳になって、はい。あの時のお父さんと同じ年齢になってね。あの時のお父さんと同い年になって、うん、旅行中に撮ってたビデオカメラの映像を見てみて、うん、このお父さんとの記憶に触れていくっていう話なんだよね。うん、そうなんですよ。いやあらすじ、そうか、あらすじって言うとそうなっちゃうのか。ネタバレなしあらすじだとそうなっちゃうよね。まあそうだね。映画全編だからね、これは。ただ、トルコに旅行行った時に撮ってたホームビデオみたいなのをずーっと一緒に見ていくだけ。これがもうこの映画の全てですよね。っていうんだけれどもっていうところなのよ。そう。で、何も起きないのよ、別に。そうだね。特に事件らしい事件起きない。なんか娘が誘拐されてとか。そういうのはない。だからマジで先にあれ言っちゃうけど、うん、本当に何これっていう人も多分いるんだよね、見て。マジで何も起きなかったじゃん。そう。何も感じないよ、こんなのっていう人も多分めっちゃいる映画だよね。そうなのよ、うん。フィルマークスの俺感想見てて、うん、綺麗なトルコだった。最高の夏。最高の夏はやばい。最高の夏って言ったのよ。こういう人にはこういう楽しみあったんだ。って思ったけどね。いやそうか、うん。最高ではないけどなっていう。そういう意味での違和感っていう意味では結構ちりばめられてはいるけどね。そう。そう、ものすごい違和感なんだよ。いや、俺はね、映画見た時ね、うん、本当にね、ここまで説明省いてくれて本当にありがとうって思ったんだけどね。普通さ、あの、お父さんのさ、うん、カウンセラーと面談のシーンがあったりさ。あー、うん、なるほどね。診断書とかさ、うん、病名とか少なくとも、うん、はなんか会話の中に入ってくるべき。確かにね。うん、普通の映画だったら、うんうん。いろんな描写からね、ちょっとお父さんがね、うん、どうやら何かしらの心の病を持ってるっぽいなって、どんどん感じていくんだけど、直接的なシーンが一個もないんだよね。ものすごい楽だからね、カウンセラーとのシーンって絶対。僕は小さい頃そうそうそうって喋ったりできちゃうからめっちゃ楽じゃん、そのシーンあった方が。それをなしにしてやってくれたってことにもう、ね、本当そうだよね。あれだからさ、それがないからさ、なんていうの、まあだから世間の人もそういう気づかないんだろうなっていう、そういうメッセージ性もあるっていうふうにも取れるよね。だから、ね、普通の人から見ると別に普通に生きてるじゃんっていうふうに見えちゃうんだろうなっていう、うん、いやそう、だからさ、その精神病を患ってる人ってめちゃくちゃ精神病といて、いやーみたいになってる人もいるけど、大多数はなんとなく日常普通にできちゃってて、だけど欠落してる部分があるから、周囲から見たら普通の人じゃんって言われちゃうのが苦しいみたいな人が大多数じゃん。そのリアリティ描いてくれて、すごいよ、本当にありがとうって。それすごいよな。この娘と父親会話して、もう微笑ましい会話なんだけど、聞いてると胸が苦しくなるっていう不思議な作り、本当に天才マジでこれ。で、そんな天才、誰なんですか？誰？監督は、シャーロット・ウェルズさんっていうね、はい、イギリス出身の36歳の女性。はい。XX みたいなやつ。あ、そうだね。やつだよね。まあこれね、監督自身がアフターさんをね、うん、エモーショナルな自伝っていう風に称していて、うん、だから人物像とか脚本とか、うん、結構自身の体験が反映されてるっていう。だからつまり、自分とそのお父さんの思い出に今かなり近いものを描いてるっていう。そう
そうなんだ。すごいね、脚色は相当あったらしいけど、うん、もう核となるのはもうその体験っていう、うん、要はあの事実は本当にあることなんだ、うん、あることっていう、ことなんですよ。もうすごいな、うん、そうなんです。そう考えると辛いね。いや本当、いやそうなんだ。あの写真見たんだけど、うん、シャーロット・ウェルズ、あまんま、あそうなんだ、あの二人、親子二人と親父も写真が、うん、すごいね。それを自分で撮るって結構辛いあれだったろうな。そうだろうな、うん、乗り越えたというか消化したというか、撮ってる間いろんなことを考えただろうなって、本当にまんま。へえ。でも本当にこの映画見てるとさ、ドキュメンタリーかなと思うじゃん。あ、まあ確かに、ドラマの感じはね、もうあれこの二人血つながってねえんだっていう、あ役者なんだって、ふと我に返る時がある。それだけ演技もめっちゃうまいしな、二人もな。演技うまいし、あのビデオカメラとかもそれこそめっちゃリアルなんだよな。リアル、そうだ、ね、なんかその作られたね素人感じゃないのよ、本当に素人がただビデオカメラ回しちゃった時の感じを、なんでこんな出せるっていう、本当にすごいね、昔のビデオカメラの映像とか、どうやってんの、あれめっちゃ下手なのがうまい。めちゃくちゃうまい。これ長編初作品なんでしょ。え、そうなのよ。で、さっきも言ったけど、見る人選ぶというか、余白の多いね、さっきも言ったけど、作品だから、まあ日本で大ヒットっていう風にはなってなかったけど、作品が作られたイギリスでのやっぱ評価はすごい高くて、イギリスアカデミー賞ではそのデビュー作だから新人賞を取ったし、あとはオスカーね、本場のアメリカのアカデミー賞ではお父さんを演じたポール・メスカルが主演男優賞、あそうなんだ、ノミネートされてて、だからもう海外メディアでは本当に絶賛されてて、すごいね。日本でどうしたおい。そう、いやもう日本の最高のバケーション音符か。なんかさ、本田さんと話した時に、予告編とか見たらなんかこれ良さそうじゃないみたいな、本田さん教えてくれて、あ確かに良さそうだねって思って、なんかでもあらすじとか見たらさ、なんかソフィア・コッポラのさ、サムウェアとかね、そうサムウェアっぽいじゃん、めちゃくちゃめちゃくちゃサムウェアじゃん、あるよね。でなんか映像のさ、あのフィルムのヴィンテージ感とかも相まって、なんかあおしゃれ映画かなみたいな思う、めっちゃ思った。そうそういう軽い気持ちで見てたら、もっとなんか心の奥底の冷たい部分に触れちゃうっていうか、でもなんかノスタルジーはあるんだよ。あるね。でなんかノスタルジーってあったかいはずなのに、冷たいノスタルジーみたいな。そうなんだよ。そう。それがね結構初めての感覚で。確かに。エモつらいもんね。そうなんだよ、ね。最悪のこと言いました今こいつが。エモつらいマジで。ぶっ壊されたわ。エモつらい。最低なこと言いました。最悪だ。エモいいんだけどね普通は。この映画とにかくさ余韻が半端ない。いや本当に本当に半端なかった。本当に半端ないだって。見終わった後俺ね、これめっちゃいい映画だと思ったけど、動画にできなかったの。なぜかっていうと、もうなんかもう固まっちゃったっていうか、なんか喋れなかった直後に。わかるわかる。でタイミングちょっと逃して、今回ねサブスクってなったからようやく撮れましたっていう感じなんだけど、余韻が半端なくて、あの映画見た後に感じるあの気持ち、まだ名前ないです。ないね。エモ辛いんだよ。エモ辛いって言いやがった。名前つけやがった。エモ辛いんだよな。エモ辛いか、あれが。あれはね、まだ名前つけられない。なんか、ノスタルジーももちろんあるよ。メランコリーもあると思う。めちゃくちゃ。し、なんか、まあ旅行の楽しさももちろんあるし、親子との関係、お父さんへの羨望と失望みたいなのもちろんあるしっていう、もう全部ひっくるめて、エモつらいだね。おい、そっち行くな、お前。エモつらい。すごい、すごい。すごいな。すごい。もっと近くなって言いやすくなったの。辛くてエモい。っていう、本当に、何なんでしょうね。いや、でも俺は本当に危ない映画だと思うよ。なあ、池田相当食らってたもんな。めちゃくちゃ食らった。だんだんの食らった。多分ね、お父さんと同い年っていうのもあったから。あるよね。それはあると思う。やばい。なんか俺、彼女すらいないし、結婚もしてないけど、自分がお父さんだったらこういう風になるんじゃねえかな、みたいな。池田はね、なりそうなのよ、しかも。なるかもね、確かに。あ、なるかも。優しくて強くないお父さんね。そうだし、娘も、ああだと思うのよ。池田の方が、池田が産む娘って。確かにそうだね、ソフィー。あ、マジ？なんでか、大人になりきれない大人と、そのまだ大人へのやっぱ一歩を踏み出しつつの子供、そうなんだよ。の、そのあれじゃん。それがめっちゃ池田家族なんだよな。大体そうだけどね。ああ、やっぱそうなんだ。大体がそうだと思うけどね。お父さん31歳っていう年齢は本当に絶妙だよな。そうだな、本当そうなんだよな。31って来たもんな、やっぱり。あ、31かってなる時に娘がいて、自分の人生もそんなにうまくいってなくてっていう状況での旅行、やべえよ、ちょっとエモつらいじゃ表現しきれないから、もっと深いところちょっと話そう。なるほどね。ということでちょっと今回
ネタバレなし編だったんですけども、うんはい、ネタバレあり編の動画も公開しますので、ぜひ、映画を見て、そちらの動画を見ていただけたらと思います。ね、配信開始なので、今回は、ね。みんな気軽に見れると思う。そうですね。うん、気軽に見ちゃいけないけど。気軽に見ちゃダメよ。ちょっとダメなんだ。うん。でも気軽に見たぐらいの方が、なんか入ってくるものもあるんだろうな。見てじゃあ、次の動画でお会いしましょう、はい。はい。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。ホンダ、今日のアフターさんあるある。お父さんとソフィーの会話で、最後にソフィーが知らんけど、みたいなこと言うときに、すっごい大人の言い方する。ちょっと見てみます。僕は見てみちょっと共感できなかったな。何でもいいけど、みたいな言い方するとき。